て、はい、なんか、はい、な感じでちょっとタスキしちゃってますけど、この辺で可愛いね、虫作家さんが撮ってます。もうすぐ熟して甘柿ですかね、それとも渋柿ですかね、はい。日本の洋服っていうのは、やっぱりなんて言ってもプレタポルテなんですよね。いわゆるプレタポルテって既製服っていう意味なんですけれども、与えられたファッションを着こなす時代に今はなってしまっていて、昔はもう自分でその自分のおしゃれを表現するというか、非常に自主性の高いこう、はい、なんかおしゃれやったんちゃうか、まあ、紛れて同じような格好してれば目立たないでホッとするっていう方にね行っちゃうと、この街は結構寛容なので、それに対してあんまり驚かない、どんな格好してても京都も若干そうですけど、あ、そうですか、京都もどんな格好して家出てってもなんかえ、可愛いねで終わってしまうっていう、今日は何があるのみたいな、あ、そうなんだ、どうどうっていろいろこう提案してた時代だったんですかね。あ、はい、あとなんか向こうにもいっぱいいます。そばにあって、そこから田んぼの方へと水が引かれています。こちらはなんか不動さんが持っている剣の象徴みたいで、はい、四つ足がここに足があります。自転車で走って疲れました。はい。